ベルベル人の駒澤です。本日もオンラインストアに掲載される商品をご紹介いたします。ご購入とお問い合わせはベルベル人のウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品は8月の2日夜の21時に掲載される商品です。詳しくは概要欄に書いておきます。ではまず早速 T シャツから紹介いたします。まずはじめにチャンピオンです。タグがミディアムで80年代の 100% コットンです。赤ボディで、結構全体的にフェードしてたり、ところどころピンホール等あったり、いわゆる雰囲気系っていう、ようなコンディションですね。ラバープリントが3段で入って、3段ともいい具合でひび割れております。袖と後ろは無地で、ナンバリング等は入らないデザインです。ミディアム表記で、フットボール T シャツ若干大きめなので、僕は、ゆったり着られるようなサイズ感です。お値段が9800円と消費税です。続いてもフットボール T シャツですね。タグが同じ80年代のミディアムです。こちらも 100% コットンですね。白ボディでラバープリントが3段で入るんですけど、こちらもいい雰囲気ですね。結構かすれてる、いい雰囲気出てると思います。ひび割れもいいんですけど、かすれてる T シャツの方が、数自体そんな多くないかなと思います。下にもタグがついて、その他は全体的にこちらの方はコンディション綺麗な方かなと思います。ミディアム表記で先ほどと同じようなサイズ感ですね。こちらの方が、チーミーそこまで出てないので、もう気持ちゆったりするかもしれないです。お値段がこちらも9800円と消費税です。続きまして、久しぶりに、アルカトラズの T シャツですね。タグが、こちらのタグついてサイズがラージです。で、白と黒の、ボーダーですね。胸元にアルカトラズの、入ります。プリントが入ります。で、バインダーネックでリブが黒になってて、これもいいですね。かっこいいと思います。で、レッドストックのコンディションなので、チーミーも出てなくて、ボディのコンディションもかなり綺麗です。100% コットンでサイズがラージなので、自分ゆったり着られるようなサイズ感です。お値段が9800円と消費税です。続きまして、生き物の T シャツですね。タグがヘインズの2枚タグ、こちらビーフィーですね。サイズが XL です。で、袖も裾もシングルで縫われてますね。90年代後半頃ですが、まだシングルで縫われてるボディです。で、カエルの成長を描いた絵ですかね。卵から生まれて、大人のカエルさんになる絵です。で、後ろは無地ですね。ボディのコンディションもかなり綺麗です。ヘインズのビーフィー、結構、肌触りもいいので、お好きな方多いと思います。 XL 表記で需要の多い、今っぽいサイズ感です。お値段が6800円と消費税です。続きまして、タグはちょっとかすれて見えなくなっちゃってますね。白ボディで染み込みでプリントが入ります。これもいいグラフィックの色使いかなと思います。で、裏面も入りますね。いいプリントかなと思います。サイズミディアムくらいですね。生地感もおそらく80年代頃の、生地感だと思います。ちょっと薄めで、サイズ感ミディアムくらいで思っていただければなと思います。お値段が7800円と消費税です。続きましても、T シャツです。タグがスクリーンスターズのベストタグですね。サイズがラージで50-50のボディです。白ボディで、レイザーラモの HG のような人が、黒でプリントされてます。このタッチも可愛らしいですね。で、ちょっとエッチな T シャツです。で、袖と裾シングルで縫われてて、ラージ表記ですが、チーミー全然出てないので、僕かなりゆったり着られます。サイズ感もいいですし、プリントの主張は激しくないんですけども、内容はよく見たら、エッチな感じもいいんじゃないですかね。お値段15,800円と消費税です。続きまして、ディズニーの T シャツです。ディズニーのタグがついて、こちらボディはスクリーンスターのベストタグですね。同じくラージ表記の50-50のボディです。で、白ボディで、これなかなか出ないんですよね。ミッキーのトゥーンタウンの T シャツです。大きくプリントも入ってて、やっぱディズニーだと大判のプリントが人気だと思いますが、いい色使い、ポップな色使いでプリントも大きいです。サイズ感もラージで、こちらも全然チーム出てないので、僕ゆったり着られるようなサイズ感です。お値段12,800円と消費税です。続きまして、アート T シャツですね。タグがフルスオブザルームのミディアムサイズです。で、白ボディで、キーセリングの、プリントですね。これもいい色使いで、ボディのコンディションがこちらかなり綺麗です。おそらくまだ数回しか水を通ってないようなミントコンディションです。で、1993年のコピーライトも入ってて、もうしっかり 90s の、オールドのキーセリングです。
で全然チーム名も出ていないのでミディアム表記ですが、僕、結構ゆったりめで着られます。これくらいだったら洗ってチーム名が入ったとしても着られる方多いと思います。ポップなデザインで女性にも人気ですのでね、コンディションも綺麗なんで女性にもおすすめです。19,800円と消費税です。続きましてシャツ紹介させていただきます。タグがランチクラフトですね。ペニーのランチクラフトです。サイズ表記はちょっと見当たらないですが、おそらくこちら15ハーフくらいかと思います。で、青と赤と黒と白の、いいチェックが入るかと思います。でこちら、結構雰囲気、出てるような、ダメージもかなりありますね。襟元もかなりパンクしてて、でこちら、スナップの受けですね。一番上のスナップ受けがもうこっち側にくっついてきちゃってます。受けも取れちゃってて、刻印は、こちらグリッパーですね、はい、で全体的に、焼けてるようなコンディションです。逆に焼けてなかったら着づらい色味かなと思うんですけど、このダメージと焼け具合で、雰囲気結構出てて、逆に着れるシャツに仕上がってるんじゃないかなと思います。サイズ自分がゆったりするようなサイズ感です。裏面だったり、袖口ですかね、肩の方にも、結構リペア大きく入ってます。この結構仕上がった雰囲気系のシャツです。中にプリント T シャツを着てかっこよく着てほしいです。7,800円と消費税です。続きましてレッドストックのシャツです。タグがラルフローレンのラージ表記です。 100% 2プライのコットンですね。肌触りも、結構ふかふかしてて綺麗なんですけれども、心地いいんですけど、そこまで肉厚っていうわけでもないので、涼しい気温の時とかは着られるかなと思います。でいい発色のピンクですね。でポニーとかもつかないタイプなので、一見、ちょっとオールドのシャツに見えるかなと思います。でウエスタン、ピンクのウエスタンですね。もちろん女性が着てもいいんですけれども、男性が、さらっと1枚羽織ってもこっちはかっこいいと思います。でまだ、この紙のタグもの紙の芯も残ってて、デッドストックの個体ですね。でラージ表記でチーム名も全く出てないので、この辺かなり大きめのサイズ感だと思います。自分は結構ダボっと、着られるようなサイズ感です。お値段6800円と消費税です。続きましてシャンブレーシャツですね。タグこちらの方についていたと思うんですけども、こちら欠損してしまっています。で、襟ダブルステッチで前立てもダブルステッチですね。でもう当然マチ付きの個体です。こちらフォーティーズの、シャンブレーシャツですね。で、タグも取れてしまってて、多少の焼け感等はあるんですけれども、まだまだ着用できるような、こちらグッドコンディションのシャンブレーシャツかなと思います。でこちら結構古めなんで、やっぱり着丈どうしても長くなっちゃうと思うんですけれども、古いものお好きな方でしたら、まあ、この辺慣れているのかなと思います。サイズ自分が言ったりする、15から15ハーフくらいのシャツですね。お値段こちら15,800円と消費税です。続きましてブラックシャンブレーですね。こちらレッドストックの個体です。まだ紙のタグもフラッシャーも残ってます。ブランドがパワーハウスです。サイズ表記が15ハーフですね。このシャツも襟元ダブルステッチで、前立てもダブルステッチです。フォーティーズのブラックシャンブレーですね。マチちっちゃめですが、マチもついてます。でかなり色も濃く残っておりますし、デッドストックなので、もうコンディションも綺麗ですね。この辺のシャツ、ワークシャツデッドストックで出てきてもやっぱり、結構焼けてるものとかも出てくるのが多い印象なんですけれども、焼け等も全然ないですね。もう本当にグッドコンディションです。まだチーミーも出てないので僕は大きく着られるサイズ感です。お値段こちらスペシャルですね。59,800円と消費税です。続きましてボタンダウンのコットンシャツです。タグが、こちらのタグがついてサイズいいサイズですね。ラージで16から16ハーフです。でボタンダウン仕様になっていて、この、タグ触った感じ、こちらのシャツはまだ水通ってないですね。コンディションもバキバキです。ただ保管時のシミ汚れが、若干あるかなっていう感じなんですけど、この辺洗っていただければ結構落ちてくれると思うので、全然問題ないかなと思います。ボタンダウンで鮮やかな白と、水色の、これもいい配色ですね。いいチェックです。自分がまだチーム出てないのでゆったり、かなりゆったり着られるサイズ感です。お値段が12,800円と消費税です。続きまして、好評いただいている、セブンティーズのベルトのデッドストックのご紹介です。こちら昨日紹介があったんですけれども、こちら真ん中の方に、こちらペンキではあるんですけれども、こちらターコイズのような、色味で
プリントされてて、可愛らしいデザインの、いいデザインですね。でこちらウエスト表記が36と書いてあるので、だいたい35インチ以上のウエストで測れる方とかが、使ってちょうどいいサイズ感のベルトだと思います。こちらセブンティーズのデッドストックです。お値段7800円と消費税です。続きまして袋入りのデッドストックの商品を紹介させていただきます。袋入りの商品なので出せないんですけども、こちらミリタリーのサーマルで猫目ボタンが採用されてますね。で素材なんですけども 50% ウールで 50% コットンです。で、80s のものですね。でウールコンなので、苦手な方もいらっしゃるかと思うんですけども、肌強い方とか、からしたらこのヴィンテージの、サーマルをデッドストックの状態から着ていけるかなと思います。色味も、いい色味ですね。白もいいんですけどもこの色味も綺麗かなと思います。お値段5800円と消費税です。続きまして白シャツですね。タグがこちらについてサイズが16から16ハーフです。で60年代頃のシャツですかね、6、70年代頃のものかなと思います。で袋入りのデッドストックのコンディションです。でやっぱり袋から出てると保管時の汚れとかで、白シャツ、せっかくの白シャツがちょっとシミ汚れがあったりとかもあるんですが、これはもう袋に入っているのでシミ汚れ等もないコンディションです。お値段が6800円と消費税です。続いてミリタリーの、マルチカモのあのラックですね。これもちょっと袋に入って取り出しができないんですけれども、マルチカモで、これもいいデザインかなと思います。ウェブの方にちょっと詳細のお写真載せさせていただきますので、すいませんお手数ですがそちらでご確認ください。こちらお値段7800円と消費税です。サイズスモールです。スモールでした。スウェット類紹介させていただきます。こちら白の、スウェット、こちらフルジップですね。60年代頃の、ジップが使われていて、でジップがこちらですね。で 100% コットンで、白ボディです。でリブの部分がネイビーと赤で、スリントーンになってますね。これもいいと思います。多少縮みは出てるんですけれども、僕みたいにちょっと小柄な男性の方や、女性の方でしたら全然着用に問題はないかなと思います。コンディションなんですけど、後ろの方にちょっと青いシミですかね、ちょっと青い服と一緒に洗ったのかなと思います。ちょっとシミ汚れがありますね。お値段が9800円と消費税です。で続きまして、こちらもスウェットですね。タグはすいません欠損してしまっていますが、こちら70年代80年代後のものだと思います。ポリコンの、パーカーです。で、フード裏等もコンディションは綺麗で、いいコンディションかなと思います。ダメージやシミ汚れ多いもの、この辺も多いんですけれども、コンディション綺麗ですね。サイズ、実寸で、ミディアムくらいだと思っていただければいいかなと思います。僕がジャストで着用できます。お値段が6800円と消費税です。続きましてリバースイーブですね。タグが刺繍タグでサイズ表記ミディアムです。こちらコンディションもいいですね。まだボディもふかふかしてます。でラバープリントで1段入りますね。ネイビーに対して黄色で、これもいい色味かなと思います。女性の方が着ても可愛らしいかなと思います。ラバープリント1段でサイズもいいですね。ミディアムなんで、この辺も女性におすすめのサイズ感です。僕が、いいサイズ感で着られるリバースイーブです。でお値段が1万5800円と消費税です。続きまして、同じく90年代のサイズラージですね。で、グリーンのボディで、これめちゃめちゃプリントバランスいいですね。プリントも大きくて、全体的なこのひび割れ具合もかなり雰囲気いいかなと思います。古着を好きな方が結構好きになるような、プリントバランスなんじゃないですかね。サイズ表記ラージで自分が行ったりするようなサイズ感です。サイズも文句ないですね。お値段が1万9800円と消費税です。続きまして無地のリバースイーブです。サイズが 2XL です。でいい紫ですね。ちょっと深めの紫です。でワンポイント、C マークチャンピオンの C マークがつきます。で全体的に、コンディションもよく、裏面は無地ですね。サイズ 2XL なので自分だとさすがにでかいですが、あえてビッグサイズで着てもいいと思います。紫いい色味です。僕も好きな色なんですけれども、これお値段お安いですね。お値段が9800円と消費税です。続きまして赤ですね。こちらは80年代のボディです。同じく 2XL でこちらケアタグ付きの80年代の中期頃のものですね。
で、普通に赤のリバースイブなんですけど、なんか先ほどのものより目の位置が下にあるような気がしますね。チャンピオン結構 C マークの位置ずれてることはたまにあるんですけど、こちら結構下についてるかなと思います。ボディのコンディションも綺麗ですね。サイズトリコの 2XL で、ボディも柔らかいですし、こちらおすすめです。お値段が変わらず9800円と消費税です。続きましてバンダナのセットを、2つ紹介いたします。まずはじめに赤のこちらの柄ですね。こちら 100% コットンのものです。で、続きましてこちらネイビーのものですね。こちらもオールコットンの表記がありまして、ネイビーで、こちらもいい柄ですね。状態も綺麗だと思います。はい、こちら2つで、お値段が6800円と消費税です。続きましてこちらの3点紹介いたします。まずはじめに、こちらの柄のものです。こちらが1点とこちらの柄ですね。こちらの柄がもう1点と最後3点目が、こちらです。はい、やっぱりバンダナ、古着好きな男男性には、エチケットアイテムかなと思いますので、こちら3点セット、こちら3点でお値段こちらは5800円と消費税です。続きましてベスト紹介させていただきます。レトロ X のベストですね。パタゴニアのでタグがこちらについて、サイズ表記が L ですね。で色味がナチュラルの色味で、フリース結構やっぱり硬くなっちゃってたり、潰れちゃってるもの多いと思うんですが、これは、大丈夫ですね。フリースまだまだふかふかしてます。で肩のところに1点穴が1箇所開いちゃってますね。そこはね目立たないので大丈夫だと思うんですけども、1点穴開いてます。同じ表記で自分がゆったり着れるようなサイズ感です。冬先取りしてもう夏物とか揃え終わった方とかはこの辺も、買い始める時期かなと思います。お値段が12800円と消費税です。続きまして、C1 ベストですね。こちらの方にタグがつきます。はい、で、エアフォースのステンシル結構やっぱりすぐ剥がれちゃう、消えていっちゃうと思うんですけれども、結構しっかり残ってますね。コンディションもいいということだと思います。全体的に、当たりだったりは出てて、これもまたいい雰囲気なんじゃないですかね。で、ポケットも多くて、ディティールも、結構かっこいいディティールかなと思います。デザイナーズさんの方だったり、こういう、細かいディティールとかのベストがお好きな方にはおすすめですね。サイズ感、自分が合わせてジャストサイズくらいのサイズになるかなと思います。ジャストから気持ち緩いくらいのサイズ感ですね。 C1 ベストでお値段19800円と消費税です。続きましてリーの 101LJ ですね。リーのストームライダー 101LJ でサイズ表記40ですね。で、こちら60年代頃のものだと思います。レジスターマークも入ってますね。でライナー付きというのもあって結構いい色落ちしてるんですね。袖口だったり袖口も、蜂の巣もうっすら出てて両方ですねうっすら出てます。ただ、ボディの状態、袖口の方ですね、ちょっと破れだったり、袖口のすれ、両方ともございますね。ただこれも、いい雰囲気出てるんじゃないですかね。やっぱりリーらしく綺麗な縦落ちも入っておりますし、サイズ感もいいです。40レギュラー、だいたい普段デニムジャケットとか38くらいで合わせる方、ライニング付きのこちら40レギュラーで、ちょうどいいサイズ感だと思います。こちらお値段が39800円と消費税です。続きまして、これもいいですね。 M51 タイプの M51 のフィールドジャケットタイプのこちらレザーです。タグがこちらのタグですね。サイズ表記はちょっと見当たらないんですけれども、で、レザーのコンディションも、結構いい感じに、味は出てきているんですけれども、この辺一回やっぱりご購入した後ご自身でもう一回オイルさしてあげたらもうちょっと長く着用していけるかなと思います。このままでもまだまだ着用はできるんですけれども、もうちょっと仕上げてあげてもいいんじゃないかなと思います。フィールドジャケットタイプの、こういうやっぱりサンプリング、してあるようなやつとか、古着好きな方には、結構そそられるような、デザインかなと思います。着丈も長い分やっぱり着やすいですよね。冬とかも、あったかく着られるかなと思います。僕でジャストサイズから気持ち緩いくらいのサイズ感です。
お値段が 39,800円と消費税です。続きまして、リーバイスの501ですね、のホワイトデニムです。501のパッチも残ってはいるんですけど、ちょっとインチを見づらくなっちゃってます。こちら32レングス32は読めるんですけど、ちょっとウエスト読みづらいです。でタブはレジスターのみですね。で、白やっぱり、この買い付けの時に漂白して、コンディションいいものを厳選して買っているので、汚れ等はもう全然ないコンディションですね。でこちら実寸、ウエスト34インチのレングスが33インチです。結構大きめではあるんですが、この辺、太履きしてロールアップしたりとかしても、かっこいいと思います。お値段9800円と消費税です。続きまして、リーバイスの、501ブラックの後染めタイプですね。501のこちら裏地が黒い後染めです。で、パッチ残ってますね。501の3432表記です。で赤タブもしっかりついてます。アメリカ製の、501ブラックの後染めブラック、本当になかなか数、ゴールデンサイズ出てこないのでおすすめです。色も、まだまだ濃いですね。履き込んでいただいて、いい色落ちにしたらかっこいいと思います。実寸がウエスト34インチのレングスが33インチです。お値段9800円と消費税です。続きまして、こちら先染めのブラックですね。でこちら501の、サブ634表記ですね。こちらも大きめの個体です。で赤タブもしっかり残ってます。アメリカ製で、全体的にさらっと色落ちしてて、ブラックというよりちょっとグレーっぽく色落ちしてると思います。この辺も綺麗な色落ちですね。レングスも当然オリジナルレングスで、残っていて、やっぱアメリカ製の先染めブラックです。ウエスト36インチのレングスが33インチです。こちらも、僕には大きいですが、サイズ合う方おすすめです。9800円と消費税です。続きまして、ブッシュパンツ紹介させていただきます。こちらジップが42タロン使われていますね。42タロンで、スモール E です。タブはスモール E です。デニム地ではなくて、ちょっと厚手のコットンのようなふかふかしたような生地感です。で、こちら色味エンジですかね、エンジの退色したような感じで、裾口は、フレアになってます。フレアのブッシュパンツです。でサイズがこれかなりいいサイズですね。ウエスト31インチのレングス28インチです。で僕が結構いいサイズ感で履ける1本かなと思います。お値段が 12,800円と消費税です。続きまして、ブルーですね。同じくリーバイスのブッシュパンツです。ジッパー同じく42タロンが使われています。でこちらはビッグEの個体ですね。ビッグEです。で先ほどもの同様、フレアになってます。フレアのブッシュパンツです。で実寸がこちらもいい実寸ですね。ウエスト30インチのレングスが28インチです。先ほどものより気持ち細いかなと思います。これも僕いいサイズ感で履けると思います。お値段ビッグEで 15,800円と消費税です。続きまして、オーバーオールですね。こちらブランドがカーターズのものです。はい、こっちにタグがつきますね。カーターズです。でカーターズのボタンが使われていて、こちら映像でも伝わるか分かんないんですけど、若干まだ毛羽立っていて、色もまだまだこういう真っ紺の状態ですね。はい、コンディションは、なのでもちろん綺麗です。でこちら実寸なんですけれども、ウエスト34インチのレングスが31インチです。だいたい2インチか3インチ、普段パンツ下げていただいて、32ニックくらいで、パンツを履く方には結構いいサイズ感で履ける1本かなと思います。1着かなと思います。お値段こちらマッコンで 19,800円と消費税です。続きまして、ヴィンテージのデニム紹介させていただきます。こちらカーターズの、ペインターパンツですね。で裏地ネルバリ、これおしゃれなネルの柄ですね。このストライプめちゃめちゃおしゃれだと思います。僕大好きです。でペインター仕様になってて、デニムも、色かなり濃いですね。コンディションもいいと思います。裏地ネルバリで、夏仕様ではないんですけども、この辺もやっぱ冬先取りということで、今から、お探ししてもいいかなと思います。でジップがグリッパージッパー使えていますね。60年代後のものだと思います。で実寸がこれもいい実寸ですね。ウエスト30インチのレングスが29インチです。細身の男性とかってほとんど、結構ゴールデンサイズだと思います。
このマッコンのペインターパンツ、5、60年代のものでお値段2万9800円と消費税です。続きましてリーバイスの805ですね。これジッパーになっててジップが4にいたのです。でパッチ805ですね。でパッチ表記ウエスト26インチのレングスが33インチですね。505の、ボーイズ、サイズだと思います。でこちら赤タブスモール E の、ポケット裏シングルステッチです。でかなり、マッコンですね。これもノリ付けしてジャストサイズで女性の方とか合わせて履き込んでいただければ、かなりいい色に仕上がると思います。まだまだ濃い色です。でレングスオリジナルなんですけども、結構レングス長めなのでこの濃さでしたらチェーンステッチで、またイエローステッチとかで上げていただければ履き込むうちにまた綺麗に当たり出てきてくれると思います。実寸がウエスト26インチのレングスが32インチですね。サイズハマる方いればこのままで、ハイヒールの時に、この長めのレングス履くとかでもいいと思うんですけども、先ほど言った通り全然上げちゃっても問題ないと思います。マッコンの、セブンティーズですね。お値段かなりお安いです。9800円と消費税です。続いてこれもいいデニムですね。僕も大好きな品番です。リーバイスの606ですね。でやっぱり606どうしても細身のサイズばっかり出てくるんですよね。30インチ前後の個体がかなり多くて、ここまでやっぱり、大きめのウエストのものなかなか出てこないと思うんですよね。で出てきてこちら、ビッグEなんですよね。やっぱビッグEがいいと思います。ジップも4ニータロン使われていますね。606のビッグEですね。色落ちも、縦落ち綺麗に入ってて、いい色落ちしてると思います。フロントもですねこういう、シワの寄ったあたりも出ておりますし、レングスもオリジナルレングスです。実寸がウエスト38インチのレングスが31インチです。ウエストかなり大きめなんですけども、レングスが長すぎないのもまたポイント高いかなと思います。全然出てこないですよこのサイズ。お値段が7万9800円と消費税です。こちら501の ZWX ですね。こちら WX なので、隠しリベット当然ついてますね。 WX です。でこちら ZWX なんですけども、ジップは、変えられちゃってるんじゃないかなと思います。そしてこちらベルトループがセンターループについていて、でスレキュラカッパーですね。こちら年代でいうと、1954年頃の個体かなと思います。50年代中頃の、ZWX ですね。で色味も、結構いい雰囲気出てきてくれてると思います。 WX らしい色落ちですね。でこの、ペンキ飛びの感じもまた雰囲気いいんじゃないですかね。こういうのお好きな方も多いと思います。でダメージは、結構ありまして、ポケット口も結構擦れておりますし、こちらもステッチ抜けちゃってるんで、この辺は早めにステッチ入れ直してあげた方がいいかなと思います。で、股部分は割と問題ないですね。ステッチ、ところどころほつれはあるくらいですね。でその他は特にないです。でレングスもいいですね。オリジナルレングスで当然耳付きの個体です。で、気持ちここにロールアップした時のシワがあるかなって感じです。でこちら実寸が、ウエスト31インチのレングスが32インチです。こちらも細身で背の高い男性とかにおすすめのサイズ感です。お値段がすいません6万9800円と消費税です。続きましてリーバイス501 WX のレザーパッチです。こちら501ですね。でパッチがレザーパッチ、縮んじゃってはいるんですけれども、レザーパッチ残ってますね。レザーパッチ本当に取れちゃうので残ってるだけでも嬉しいと思います。でベルトループはセンターに寄ってて、タブはちょっと、判定が難しくなってますね。でサイドステッチは長くなくて、サイドステッチ短くて、リベットの文字は、中央に寄ってないですね。寄ってないので、50年代前半頃の、501WX なんじゃないかなと思います。55年56年頃から、ベルトループがオフセットにずれ始めていくと思うので、それ以前のデニムだと思うんですけれども、40s ではないですね。もしかしたら、片面タブかもしれないです。で、結構がっつりヒゲも出てて、後ろもですねうっすらではあるんですけれども蜂の巣も出ています。でそのコンディションなんですけれども、ポケット口
ほつれがバックポケットの方あって、下の部分もですねステッチが抜けちゃっててほつれてるので、この辺ステッチ入れ直してあげる方が使い勝手はいいんじゃないかなと思います。でフロントの部分も、股部分若干すれやっぱりありますね。この辺も、ちょっと早めにステッチ補強してあげた方が長持ちするかなと思います。で膝部分等は、生地若干薄くなってはいるんですけれども、そこまで問題はないですね。すぐに穴が開いてしまうというようなことはないと思います。で若干ペンキ飛びがあって、じゃあレングスオリジナルレングスですね、レングスオリジナルで、ただこのステッチほどけて、どうしてもポロポロとダメージが来ちゃってる部分はありますね。じゃあ実寸が、ウエスト30インチのレングスが29インチです。これも僕結構いいサイズ感で、履ける1本かなと思います。レザーパッチ残ってる 501WX ですね。お値段が、19万8000円と消費税です。